アルミランテ・グラウ休憩巡洋艦は、ペルー海軍の防護巡洋艦の艦級で2隻が収益した。本級は、ペルー海軍の1905年度海軍計画により、イギリスのビッカーズ社に2隻が発注された。設計の元となったのは、イギリス海軍の防護巡洋艦センチュネル級だが、新型のヤーロー式石炭戦潜水管艦,艦10機を搭載したことにより日本煙突となり、 武装も強化された。近代化改装前のアルミランテグラウ。本級の船体は、センシュロ郎型船体を採用していた。垂直に切り立った艦首から、中央部に、主砲の、ビッカーズ15.2センチメートル速射砲おぼう立ての、ついた、単装砲画で一機司令塔を下部に組み込んだ、操舵環境を基部として、短脚式の全部マストが立ったところで、 選手楼が終了し、甲板一段分下がったところに日本煙突が立ち、その周囲はキセル型の通風塔が立ち並び、周りは関西帝置き場となっており、関西艇は日本一組のボートダビット片言二組、計四組により運用された。左右の原則甲板上に副砲として7.6センチメートル速射砲が棒立ての、ついた単素砲がで片言四基ずつ。 計8機配置されていた。装備位置の低い減速砲は波浪に叩かれることが多く、砲賀に波序盤が取り付けられていた。その後方の後部甲板で、後部マストが立ち、後部甲板上に 15.2cm 手法が、後ろ向きに1機配置された。収益後の1925年に 7.6cm 速射砲を2門が、 撤去され、さらに1936年に 7.6cm 速射砲2門 5.7cm 速射砲6門すべてと 3.7cm ガトリング砲2機が撤去され、対空火器として 7.6cm 広角砲2機と 13.2mm 連装機銃2機が搭載された。1942年から1944年の近代化改装時に環境は 密閉型となり、全部マストは、頂上部に射撃速挙所を持つ三脚型となった。また、後部マストが撤去されて、機関砲座と後部見張り所が設けられた。1 3 2ト、mm、ル連装機銃2機と4 5トル水中魚雷発射管2門が撤去され、対空火器として1 2 7ト、mm、ル単装機銃7丁が追加された。手法は、 マーククシー1906年型1 5 2トル速射砲を採用した。重量4 5 3 6ラムの砲弾を、行角15度で1枚2 4 0ルまで届かせることのできる、この砲を単装砲がで2機を搭載した。砲がの不行能力は、行角13度、深く7度で、旋回角度は左右150度の旋回角度を持っていたが、実際は、 上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分5から7発である。副武装としてマーク i 7 6 2センチメートル速射砲を採用した。重量 5.67kg の砲弾を行革20度で8 5 0 0メートルまで届かせることのできる。 この砲を単装砲がで発揮を搭載した。砲がの不行能力は、行角20度、深く10度で、旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は、上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は、毎分15発である。 他に近接火器としてマークアイ五点七センチメートル速射砲を採用している二二点七キログラムの砲弾を行四十五度で七千九百五十五メートルまで到達させることができた単装砲がは三百六十度の旋回角度を持っていたが実際は上部構造物により社会の制限を受けた不行は行角六十度深く八度で発射速度は 毎分20発だった。これを単装砲がで6機を搭載した。近接火器として3.7センチメートル5連装、ガトリング砲を2機搭載した。他に、手砲では手に負えない相手への対抗として45センチメートル、魚雷発射管を水線部に、単装二2機ずつ装備した。本級は、ヤーロー式石炭戦勝水艦艦10機と3段。 膨張式4機とレシプロ機関2機を組み合わせて、最大出力 14000SHP、最大速力24.0ノットを発揮した。石炭500トンで10ノットで3276回利を航行できる性能であった。収益後の1923年から1925年にかけて、石炭、重油混焼管に改装されたが、 出力は 14000HP で変わらず、後続性能は、重油400トンで10ノットで3700回リを、航行できる性能と、わずかに改善された。さらに1933年から1935年に、かけて老朽化したボイラーを、ヤーロー式重油や機水管管発揮に換装したが、出力は変わらなく、速力は逆に23.5ノットと、わずかに低下した。 ありがとうございます。